どうもこんにちは。今回はですね、今まで作ったキャンプ用品の DIY の中から動画を見てですね、自分も作ろうかなと思った方のために今までのものを難易度順にご紹介しようかなと思います。まずですね、大前提としてなんですけども、僕は特別器用な人ではないっていうことと、あと結構大雑把な作りをしていることが多いので、その辺はご了承いただければなと思います。今までやった DIY は、あまり特殊な工具を使ったことがないので、まあ比較的ですね、真似しやすいんじゃないかなと思います。まず一番簡単だったものなんですけども、つい先日作った、キャンプの棚、これはね、本当にホームセンターで木材をカットしてもらって、あとはね、ボンドで止めて釘で打つと、これはね、本当にすごく簡単にできると思います。これこそですね、もう本当に誰でもできるような DIY かなと思います。次に簡単なのが、これレザークラフトなんですけども、フライパン返し、これのカバーを作ったことがあります。これはね、もう本当にこうある程度のサイズを切り出して、あとはもう縫い合わせるというだけなので、これもね、すごく簡単です。これただの100均のものなんですが、全くね、雰囲気がこんな感じで変わるので、結構おすすめなね、 DIY かなと思います。作った当時はこんな色だったんですが、もう飴色に変化してるので、この使っていくうちにね、色が変わっていくのが楽しめるっていうのも、レザークラフトで作ったものの魅力なんじゃないかなと思います。で、次に簡単なのがスキレットカバー。スキレットカバーもね、買うと1000円ぐらいすると思うんですけども、こんな感じでですね、自分で作ることによって、まあ、愛着も湧きますし、もう好きなようにカスタムできるっていうのはいいんじゃないかなと思います。まあ、ちなみにね、このスキレットカバーはちょっと上げちゃったんで、もう手元にはないんですけども、これね、結構ねいい出来だったんですよ。で、あとですね、最近コメントでもいただいたんですけども、 CB 缶カバーを作りたいというコメントをいただきました。で、CB 缶カバーってね、すごく難しいように感じるんですけども、カービングをやってしまうとですね、ちょっとハードルが高いように思われるかもしれないんですけども、こんな感じで普通の革をですね、縫い合わせるだけでやったら、もう本当に作り方は単純なので、ぜひですね、挑戦してみてはどうでしょうか。これもね、意外とね、簡単なんですよ。ファイアースターターのケースを作ったんですけども、これもね、実際は、革を切り出してこうくるんと丸めて、穴を開けて、その穴をかかってるだけなんですね。これもですね、革の色、あと革紐の色、それによって表情は全く変わってくるので、これもね、簡単だし結構おすすめです。次にですね、ちょっと金具を使ったものにはなるんですけども、これもね、意外と簡単でした。ナイフケース、まあ、ぴったりとした感じで作るとこんな形にするべきではないのかもしれないんですけども、まあまあ他のものも入れられたらいいなと思ったので、こういう形にしてます。あんまりね、こうナイフとかを使って食材を切って料理するっていう習慣があんまりないので、このナイフもね、意外ともうあんまり使ってないっていう感じですね。まあ、たまには引っ張り出してね、使ってあげる必要がありますね。次が、ローテーブル、折りたたみのローテーブルなんですけれども、これもね、基本的にはカットしてきたものをビスと蝶子貝とかで組み立てるという感じなので、これもだいぶ簡単だと思います。で、簡単なんですけども、自分の好きなサイズにできるっていうのがやっぱり一番の魅力かなと思います。やっぱり好きなようにカスタムできるっていうのが DIY の一番いいとこですよね。次にですね、これもまあ難しいわけではないんですけども、縫う箇所が多かったんでちょっと大変だったっていうだけのものです。セリアのですね、バーベキューの串、これにカバーを作ろうと思って、作ったものになります。一応ね、これは3つ収納できるようにしたんですけども、基本的にこれもですね、皮を切り出して、まあ、ある程度のサイズにこう縫っていくというだけなので、これもね、なんか見た目はちょっと難しそうな気はするかもしれないんですけども、かなりですね、ハードルが低い DIY なんじゃないかなと思います。まあ、でもこういうものがあるとね、ほんと雰囲気変わりますよね。で、先ほどのものとですね、同じような感じなんですけれども、カトラリーケース、確かこれはですね、リクエストがあったのと、革がちょっと余ってたので作ったんですけれども、意外とね、初めて作った割には結構いい感じになったんじゃないかなと思います。これもね、プレゼントであげちゃったので、まあ、当選された方がですね、まだ使ってくれているとすごく嬉しいなと思ってます。はい、こちらがですね、最近作ったペグハンマーのカバー、
これもね、まあ難しいというよりかはこう金具を使ったりしたので、まあまあちょっとステップアップしたかなっていう感じの難しさです。ステップアップしたといってもただ穴を開けて打つだけなので、まあ格段難しいことは全くない感じですね。次が、ハスクバーナーの斧。これにですねカバーを作ったんですけども、皮を切り出してその後にカービングをしてっていう感じだったので、ちょっと時間がかかったかなという感じです。まあ、これもねカービングしてる以外は皮を切り出してただ縫っていってっていうだけなので、これもね意外と簡単なんですよ。結構ハスクバーナーの斧ってパラコードでカスタムされてる方が多いですよね。なのであえてちょっとここは皮でいってみようという感じで作ったものです。でこれもね難しくはないんですけども、ただ木材の量が多かったのと、サイズをねある程度きっちり測っていったので、まあその辺がですねめんどくさかったかなという感じのものです。これもですね基本的にはホームセンターで木をカットしてもらって、それを釘で打ち付けるというだけなので、まあ、これもねそんなに難しくはないです。難しくはないんですけども、こういうキャリーワゴンを持ってる方はこれをすることによってですねテーブル代わりにもなるので、キャンプを始めた初期の頃はすごく役に立ちました。そして続いてはですねシェラカップのカバー。これもね無駄にというかカービングをやってるんですけども、まあカービングなくても別に良かったかなと思うんですけども、カービングするとさっきの斧もそうだったんですけども、意外とね滑りにくくなるんですよ。滑りにくくなるので、ただの飾りじゃなくて滑り止めとしてもこういうカービングはいいんじゃないかなと思います。スキレットカバーと違うところは、シェラカップってこう持ち手が曲がってるので、あんまりキツキツに作りすぎると入らなかったです。なので一度これ失敗してるんですけども。失敗したことがあるということでちょっと難しさを上位にしてみました。次はですねロールテーブル。このロールテーブルもですね作り方はすごい至ってシンプルなので、まあ簡単なんですけども、鬼目ナットというものを使ってます。で鬼目ナットっていうのは受ける方と刺す方があって、それをこうねじって回すことができるナットなんですけども、まあ、その辺を埋め込むのにですね電動ドリルを使ったりしたので、まあそれがあって難易度を上位にしてるっていうだけです。鬼目ナットを仕込むことさえできれば、作り方はすごく簡単なので、ぜひですねこちらも挑戦してみてはどうでしょうか。はい、今まで作ったものの中で一番難しかったものがこちらの OD 缶カバー。何がこれ難しかったかっていうと、まずねこう円を切り出さないといけないと、内側の円と外側の円をちゃんとね1回で正確に切らないといけないので、失敗が許されないっていうやつだったんですね。なのでそこがちょっと難しかったっていうのと、あとはですねこの皮が柔らかいものだとすごく作りやすいんですけども、硬い皮になってしまうとですね型をつける必要が多分あるので、まあ、その辺もあって失敗したことがあるんですね。これなのでこれもね上位にしてみました。ただこれもですね皮さえ切り出すことができれば、作り方はですね簡単なので、これも挑戦してみてはいかがでしょうか。はい、ということでですね今まで挑戦したものっていうのを難易度をつけてランク付けしてみましたけれども、いかがでしたでしょうか。意外とね難しいものっていうのはやってません。もう普通に販売されている既存のものを買うっていうのもね、もちろんかっこいいものたくさんあるしいいんですけども、自分だけのものが欲しいとか既存にないサイズのものが欲しいとかいう時はもうね DIY をした方が早かったりするので、ちょうどですねこの動画を見た機会にということで、ぜひ何か挑戦してみてはどうでしょうか。それではまた次回に。